はい、皆様こんにちは。今日はね、福知山市になるのかな、ケニアの水というところで丹波の名水シリーズですが、実は今日近くの、ね、こういうようなその雲原砂防というね、こういうところもありましたので、ついでに見ておきましょう。こういうね、ちょっとした東屋があってね、でここは国登録記念物第1号って書いてあるからね、なかなかのこれあれじゃないですか、これね。でまあ水害が多かったらしいね、ここね。こういう感じで説明書きありますので、皆さん読んでおいてください。で砂防記念碑ってこういうね、偉人が おられたらしいですから、これも合わせてね、興味のある人は拡大してね、あとゆっくり読んでみてくださいね。はい、それでこの辺の川がなんかちょっと溢れたりいろいろしたそうです。ちょっと私も詳しいことは分かりませんけどね。はい、でまあ天野の水の方にはちょっと行ってみましょうかね。はい、はい、こちらが天野の水ですね。枯れることのない清水天野の水と書いてありますね。でこれが天野の水ですね。写真撮りましょう。はい、まあ、ひしゃくみたいなのも置いてあるから飲めることはできると思いますね、これね。まあ、こんな感じです。で、先ほどの砂防があそこですってね、車ちょっと止められますんでね、大丈夫です。八幡山の森か、の真水が大地に染み、長い年月をかけて浄化されて湧き出した清水。ところてんうどんそばを作った。宿屋も、されていた家をところてん屋といい、通称とんてん屋という、この水がてん屋の水となった。ああ、ところてん屋のてん屋やね、これ。交通の要所やね、ここね。大名行列の通り、多くの旅人や商人たちが乾いた喉を清水で潤し、そば屋へところてんに癒され、次の通りを越す力を得たことだ。ね。ということやから、まあ飲めるんでしょう。では私もちょっとね、組んで帰りましょうね。はい。で、まあ、いつものこのセブンイレブンのペットボトルで、だいたいどのぐらいのピッチで入るか皆さんも秒で数えておいてください。ね。ちょっとこの、さっきのおじさん、上路で組んであったから、上路の方が組みやすいかもしれませんね。ね。じゃあまあちょっと一旦切りますね。はい、そろそろいっぱいになりそうです。ここまででだいたい1分30秒ぐらいですね。4リットル入りでの1分30秒ぐらいかかるんです。30秒今日はね。はい。よし。じゃあちょっとね。はい、という感じです。切りましたね。はーい。という感じでした。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。